おはようございます。ジャスト株式会社代表関間正樹です。今回ね、前回こうね、こう無駄なことやって、結構だ、その無駄なことを続けるためにみんな苦しめ合っていますね、うん、はい、で欲しくもないものを買って見栄のために、はい、でお互いでみんながそういうことやり始めると、みんなが見栄張り出して苦しめ合って、はい、って話しましたけど、はい、それでさらにね、その幸せは子供たちにいっちゃって、この子供、うん、親共働きで夜中まで帰ってこなくてっていうのは、子供にしわ寄せいきますよっていう話しましたよ、はい、あとね、やっぱ同じようなことが、同じようなこうメカニズムみたいなものが働いて、はい、こうそういう苦しみをお互いで作り合って喜んでる、喜んじゃいないだろうけど、分からずに罠にはまっていくって多いよね。例えばハードクレーマーのお客さんね、はい、こう夜中呼び出してこう、うん、こう呼気使ったり、休日呼び出してこう気使ったり、はい、そういうお客さんいるよね、はい、で その使われるサービスする人たちもまたハードクレーマーになってくるんだよね、はい、うん、で、まあ、みんながそういう風になってくると、そういう風になって苦しみ合ってお互い生きてるって感じ、はい、でもう休みもなくなる、うん、うん、なんでこんな忙しいんだって、うん、でイライラするでしょ。でまたこう、はい、なんかあるとハードクレーマーになって、はい、うん、これ変じゃないって話だよね、はい、うん、でやっぱ これもしわ寄せはどこに行くかっつうと、一番弱い子供たちのとこ行っちゃってさ、はい、うん、というお話なんですけど、うん、そう考えるとなんかね、だんだん、まあ、ちょっとここからは分かち合いなんだけど、進歩って何なんですかって話になってくるんだけど、はい、どう思う？必要だと思うんですけど、うん、過剰な進歩っていうんですか、うん、は本当に必要なのかなと感じます、うん、まあちょっとね、今行き過ぎてるような気がしなくない？はい、します。でだんだんお互い首を絞め合いながらさ、なんか笑いながら、うん、お互い首絞めてこう、なんかイメージ的に分かる、はい、分かります。でもなんかやめられないみたいな感じになって、はい、なんだこれはって話で、はい、うんうん、言うようで、ちょっとね、やっぱこれは変えていかなきゃいけない。 まず変えるために何が必要かっていうのは、やっぱ現状がどうなってるかって分かんないといけないよね。はい、俺たちはさ、お互いこう首絞め合ってるのをこう緩めてって、やっぱ、はい、お互い解放していかなきゃいけないよね。はい、うん、でちょっとね、やはりね、歴史的に見るとね、代表的な参勤交代だろうね。ちょっと飛躍しちゃうんだけど、分かる？あれ何のためやってるの？結局その江戸に幕府のお金で来させることによってお金を使わせて、うん、幕府をまあ弱体化するじゃないですけど、うん、余計なその反乱というか謀反をさせないように抑える、うん、そうだね、で結局まあそこの大名は大名、各藩は各藩でこう見栄があるからやめられないんだよ、はい、バカなことやって、はい、もうバカだって分かってんだけど、はい、うん、であれなくても別に困んないんだよね、はい、まあ、困るとこもあるよ、宿屋とかそういうのとか、はい、うん、とかあるんだけどね。まあはっきり言ってね、あのバカバカしい参勤交代に今の世の中はよく似てる。あれを見てね、外国人もその幕末の当時ね、日本に来た外国人も笑ってたけどね、はい、でもそれは人事じゃないんで、やっぱ我々もやってんだよ、くだらないこと、はい、だからそういうことやめようよ、うん、という話です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。